こんにちは。今回は歯周病とその対策についてお話ししたいと思います。近年飼い主さんの知識や意識の向上によってワクチンやイタリア予防、避妊矯正などの不妊手術の実施によって病気になる子がだいぶ減ってきたと思います。ところがやっておかないとなっちゃうと分かっていながら歯周病に関してはなかなかできないという方が多くいらっしゃると思います。分かってはいるけどもなかなか難しいというのが理由だと思いますが、確かにブラッシングが一番いい方法ではありますが、その他にもいろいろと方法はありますので、今回はそちらに関してもお話ししてみたいと思います。では歯周病についてですが、犬と人との大きな違いは、まず人の口の中は弱酸性で、犬の口の中はアルカリ性ということです。このによって、人に多い虫歯が犬にはほとんど見られない代わりに、歯周病が多く発生する傾向になっております。まず唾液の中の糖タンパクが歯の表面についてペリクルという膜ができます。そこに細菌や食べかすなどがついて歯垢になります。さらにその歯垢にカルシウムなどが取り込まれて歯石になっていきます。一度歯石になると表面はザラザラしておりますので、どんどんこれが進行して歯石が大きくなっていきます。さらに歯肉炎が進行すると、歯の歯肉に歯周ポケットを形成して、その中に嫌気性菌という菌が増えて、さらに歯肉炎が悪化していきます。歯肉炎になったことで口臭がきつくなったり、顔が腫れて、化膿してみたり、それから下顎の骨がもろくなって骨折を起こしてみたり、くしゃみや鼻水、鼻血などが出てみたり、人なんかでは心臓をはじめとした内臓疾患になることが知られています。歯石がたくさん付着し歯肉炎がひどくなってしまうと、全身麻酔を使ったスケーリングという処置が必要になってしまうことがほとんどです。よく全身麻酔なしでスケーリングできないのかという質問を受けるんですが、確かにおとなしいワンちゃんであればここをガリッとやればですね、ある程度歯石を落とせてある程度の研磨もできるんですけれども、しかしこの歯周ポケットの中の歯石を落とさないことには歯周病はどんどん進行してしまいます。なんで、実際に、ここのところをきれいにしたり、あと歯の裏側まで、しっかり、歯石を落とすとなると、やはり全身麻酔は不可欠になってしまうのではないかなというふうに思います。どうしてもリスクの面で麻酔がかけられなかったり、美容目的で表面だけでもきれいにしたいということであれば、そういう方法もありだとは思いますけれども、では実際のデンタルケアについてお話ししたいと思います。実際に歯石になってしまうと麻酔を使った処置が必要になってしまうために、実際には歯垢の段階で落としてしまうのが一番だと思います。 2,3 日で歯垢から歯石になると言われておりますので、できれば毎日やるのが一番ですが、少なくとも 2,3 日に1回はブラッシングをするようにしたいと思いますね。まずはブラッシングです。最もハードルが高いですが一番効果的な方法だと思います。ポイントは歯周ポケットの中の歯垢を落とすイメージで磨いてもらうこと。面積の大きな歯ほど歯石がつきやすくなるので、犬歯や第四前臼歯を中心に磨いていただくといいかと思います。最初はガーゼなどを指に巻いてこすってあげて、慣れてきたらブラッシングに切り替えて、表だけではなく裏側の方まで磨いてあげるといいと思います。前歯は嫌がる子が多いんで、最初は側面から始めていただくといいと思います。ワンちゃん用の歯磨き粉にはワンちゃんの好きな味がついていたり、
思考を分解する酵素が含まれているので、そういうものを使うとやりやすいと思います。次に、どうしても歯ブラシが難しいという方におすすめするのがデンタルガムなどです。これも思考を分解する酵素が入っていたり、物理的に研磨しやすいものがあります。ただここで注意していただきたいのは、あまり硬すぎるものだと逆に歯が負けてしまって折れてしまったり、歯がすり減ってしまったりすることもあるので気をつけてください。デンタルガムも難しい方には、水の中に混ぜるタイプの液剤のものや錠剤タイプなどもあります。最後に、いきなりきっちりやろうと思っても難しいと思います。むしろそのために最初から諦めてしまう方が残念ですので、簡単なことからできるだけ毎日続けられるところから始められてはいかがでしょうか。すでに歯石がたくさんついて歯周病もひどいようなら、動物病院の方に相談していただくことをお勧めします。